こんにちは、すみだです。大阪府と奈良県の県境、水越峠に来ております。今日はこちらから大和葛城山山頂へ向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。駐車場よりスタートしてまいります。旧の国道309号線を西へ向かって歩き始めております。先ほど奈良県側よりくぐってまいりました水越トンネルですね。浄水施設の隣を歩きまして、こちら突き当たりは左手でございます。こちらを曲がってまいります。ご案内もございます。大和葛城山と、木々に囲まれた道へ入りますと体感温度も変わってまいりました。ふう、気持ちいいな。前回こちらを歩きましたのは、山頂にツツジの咲き誇る5月上旬でございました。2ヶ月もうちょっと前ですかね。本日は真夏の天狗谷ルートを歩いて山頂に向かいたいと思います。好きなルートでございます。向かって右手に水の流れがございまして、前半は沢沿いに歩いていくルートでございます。水の流れが近くになりますと体感温度がさらに変わってまいります。涼やかでとてもすがすがしい感じでございます。滝の横のこの辺りは少し気をつけないといけませんかね。そろそろ隣の沢へと移動するようになりますかね。引き続き天狗谷ルートを進んでまいります。天狗谷ルートは本当に変化に
そんなルートですよね。あ、どなたかいらっしゃるな。はい、こちらで、沢より離れまして、尾根へと登っていくのですが、右へ左へと折れながら、なかなかの登りが続くようになります。水が流れる音が少しずつ小さくなってまいりました。周りはこのような景観でございます。道はこのような表情でございます。実に登りごたえのある階段でございます。こちらを、登りきりますと、ベンチのございます休憩ポイントですので、もう少しかな。山頂まであと40分ほどとご案内がございます。水分補給合わせまして、塩分も補給いたしまして、リフレッシュいたしました。この辺りは視界が開けているというような感じでもないのですが、毎回吹き抜ける風が気持ちいいんですよね。引き続き山戸勝明さん、山頂へ向かって歩みを進めております。小刻みな階段を過ぎますと、このように細めではございますが、なだらかな道となっております。はい、この辺りからは、しばしフラットな道が続くようになります。ぐーっと歩いていくんですよね。まもなく右手に曲がるのですが、そちらから山頂手前まで、登り道が続くようになります。こちらで右手ですね。なんて書いてあるのかな。あら、広川寺。あ、でも今は立ち入り禁止のようですね。へえ。あれ、今まで気づかなかったな。広川寺。はい、葛城山山頂、こちらでございます。まさに森の中を歩くという感じの、登山道でございます。なだらかな道が続いております。時折鳥のさえずりの聞こえる
静かな登山道を歩いてまいりました。まもなくダイヤモンドトレイルとの合流ポイントとなります。まずはこちらで、広川寺方面より登ってきた道と合流いたしまして、こちらを登ってまいりました。直進しますとダイヤモンドトレイルと合流いたします。はい、ダイヤモンドトレイルと合流いたしました。営業中ですね。現役ですよね。ダイヤモンドトレイルと、山頂まであと100メートルのポイントでございます。本日の眺望はいかがですかね。はい、大和葛城山山頂959メートルです。西に大阪平野、南に金剛山、東に奈良盆地が広がります。はい、無事に下山してまいりました。前半、中盤、そして後半と歩みを進めるたびに雰囲気の変わってくるルートでございます。大和葛城山真夏の天狗谷ルートを歩いてまいりました。おかげさまで本日も楽しく山歩きをすることができました。ご視聴いただきありがとうございました。スリナでした。